こんばんは。こんばんは。中村舞です。お疲れありがとう。こんばんは。めっちゃ鼻水出るわこんばんは、中村舞です。よいしょ。めっちゃね、眠くて爆睡してました爆睡してました。おはよう。誰もありがとう。おはようございます。あ、おはようございます。どうもありがとう。寝起き、もうパニック。寝起きはでさ、明日は未来バト、明日はね、お話し会がね3時間だけあるんですよ。でその後に夜は未来バトなんで、1時間目とん ?1、2、4時間目はお話し会に参加します。はい。未来バトン行くよ。本当？あのね、夜なんですけど未来バトン、めっちゃ寒いと思うので、めっちゃって言ったらあれか、寒いと思う、冷えると思うので、なんか来られる方はなんか羽織とかなんか持ってきた方がいいかもしれないです。風が、すごい風も、私なんか、え、なんでなんだろう、なんか普通の外よりも寒い同じ日でも普通のなんか街中の外より寒いって。おい、ありがとう。目がキラキラ。え、なんかないですよ全然。ね、そうエディオン、そう、山の方なのかな、風強い。そうなの。あ、ありがとうございます。ほっぺピンクね。なんでなんだろう、目に光が、明日への希望希望のある目。ありがとう。推しの子、推しの子の主人公の愛ちゃんの目めっちゃ可愛いよね。キラキラしてんの、星テレレテテ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 テ、なんかあの1話だけ見て、2話3話まだ見てないです。貯めてる。見るよ、見るけど貯めてます。なんか一気見するわ。なんかね、楽しみを、楽しみっていうか、
結構一人でご飯を食べるときによく動画を見るんですけど、その時の楽しみに撮っておく今日のご飯のお供はっていつも探す。アネキューと一緒に、アネキューに勧めたんですけど、多分アネキューはまだ見てない気がする。ご飯の時間が幸せそう。なんか本当にここ最近なんか口が二郎系を求めてて、二郎系ラーメンを。でも二郎系ラーメンってだいたい夜の9時とかぐらいまでしかやってないんですよ。でご飯なんか二郎系ラーメンは夜結構早めに閉めるイメージなんですよね。でさ、朝からも開いてないから、そだからでもお店で食べたいんですよ私は。お店で食べたいけど、夜食べると胃がやばい。確かに私もう昼しか食べんかも。朝から二郎はきつい。いや、いけるよ、いけるよ。結構早く閉まるイメージ、なんか割とそんなに遅くまでやってない。食べたいけど食べられなくってもどかしい。食べたい本当ありがとう。まあでもなんかニンニクの匂いが、ニンニクの匂い引きずるのでもうちょっと我慢。ゴールデンウィーク明けるまで。なんかさ、ゴールデンウィークさ、さっきなんかニュースでさ、すごい人がめっちゃ外にいたみたいな外に立ってたらあれかな、なんかすごいいっぱいいたみたいなニュースでやってた。もう人がいっぱい出てきたいっぱいなんかみんな出てきたらしい。そうなんか休みになってみんながいっぱい出てきたらしくて、そう、お出かけお出かけ。そうなの、溢れてるらしい。みんなもなんかお出かけしてんのかな。まあなんかさ、さらっとさ、リオちゃんがハート投げてる金色のハート投げてる、ありがとうありがとう。遅い時間に起きてるね、すごい。さらっと、え、ゴールデンウィークだからゴールデンなのかこれ。そっかそっか、そうよね。気づいた今気づいたよ。なんかずっと金色やなと思えた。すごい、優勝ありがとうございます。
ここ最近さ1週間ぐらい毎日さおきちゃんとさ電話しててさ、でさなんかまあ私からかける日もの方が多いかも、でおきちゃんからかける日もあるし、なんかぼちぼちなんですけど、なんかね電話してて、でなんか電話をねかけたら、なんかなんで電話をかけてくるんだみたいな言ってきて、で暇やけんよみたいな、夜話す人がおらんけん暇やけんやったらなんか暇つぶしに使うなって怒られて喧嘩じゃないですよ、全然喧嘩じゃなくって、なんか何話す、え、もう毎日電話したらもう話すこともないんですよなんでなんか何話そうかなみたいな、もう話すこともなくって、なんか困りますね、なんで電話してるのか、もう今日はやめます今日はおとなしく寝ます。いやなんか寝るまで、そう0時以降に寝るまでポチってかけとくっていうのがなんかそう、姉貴愛媛なの？うん、姉貴いるよ。たまに物音するでしょ。あれ姉貴だよ。姉貴いますよ。横に、横の部屋に、横にはいない。横の部屋にいます。姉ちゃんにはなんかゲームしようって言ったけど、結局疲れすぎてお互い。ゲームもせず寝ました。スイッチしてないな、ここ最近つけてない。なんかね時間があればつけるんです、なんかねつけてなんか30分じゃ終わらないんですよゲームが1時間最低1時間はしちゃわないと、なんかキリがいいところまでしないといけないんで、ゲーム1時間はかかるんですよ、そのキリがいいところになるのは。なんか途中のこのキリが悪いとこでやめちゃったら、なんかえ何からするんだっけみたいななるから、姉貴ゴールデンウィークか、姉貴に聞いてみないと姉貴の情報をペラペラ喋ると怒られるので姉ちゃんのスケジュールは、ありがとうございます。花束もありがとうございます。餃子フェス、え、やってるらしいよ。なんかメンバー言ってた なんか餃子フェスとかやってるらしい、広島で5月のゴールデンウィーク中。もう行く機会ないんだけど、どこ、あのね広島なんだっけ、ゲート、え、なんだっけ、パークです、なんたらかんたら、なんだっけ名前が出てこん広島ゲートパーク、あ、それかも、なんかすごいとこで、なんかできたんですよ最近。なんかちょっと施設っていうか、なんか
そういろいろお店とか公園とか私も行ったことない。なんて言ったらいいんだろう、こっちの辺ねこっちの辺え、どこが近いかな、そごうとか近いかな、広島城、あ、体育館、総合体育館とか、あ、そっちの辺近いかな、市民球場の跡地、みんなの方がすごく情報が的確ね、はい、ありがとうございます。ゲバント行く途中あ、絶対そっちの方が分かりやすいね、みんなゲバント行く途中の方、ゲバントホールが近い絶対みんなそっちの方が伝わる。いつの間にかなんかできてた。本当にありがとうございます。餃子らしい、餃子フェス期間限定、なんか最近できたらしい。え、多分知らんけど、私も最近それおきちゃんに教えてもらったんよ電話でなんか行こうやって言われて、え、何それって言って、最近できたんよって、でなんかいろいろあるんよって、なんかカフェとか、半月前、3月、え、めっちゃ最近や。ハンバーガー屋さんもある、え、な、そうそう、あとパンケーキ屋さんとかカフェとか、え、餃子のそれはフェスは期間限定でやってるだけで、そうそう、5月の7日までだったらしい、だったらしいってまだなんだけど7日らしい7日までやってるらしいです。ナウナウです。時が過ぎた、未来にいるからね。イックスンシングス、え、イックスンシングスっていうさパンケーキ屋さん、こんな生クリーム、もうこんな、もうパンケーキに対してこんな、ほんと山頂みたいな生クリームなの。え、すごいの、もうこんなクリームあるんかみたいな。なんか池ちゃんが行ったって言ってたな、池ちゃんが行って一人で一個食べたら、なんか店員さんにあまり一人で一個食べる方はいませんよって言われたっていう、悲しんでた池ちゃん、なんか誰かと分けたりするみたいな。すごい悲しんでました、言われたんですって。食べたことある？なんか私の記憶が正しければハワイに修学旅行で行った時に食べたんですけど、もう忘れましたね行きたい、また
そう、ハワイの多分パンケーキ屋さんないあれ。二郎系、私が気になってる二郎系のラーメン屋さんがある、行きたいとこが広島。一個は今を楽しめっていうラーメン屋さん、なんか夢を語れっていうラーメン屋さんがあって、そのラーメン屋さんがなくなっちゃったんですけど、リニューアルオープンで今を楽しめっていうラーメン屋さんになったんですよ。そう、今を楽しめ。そう、行ってみたい。行ったことない。メッセージ性がある。夢を語れ、夢を語って今を楽しまないといけないだし、次のラーメン屋は過去を振り返るなとかいうラーメン屋さんになる。絶対そうだ。次リニューアルしたらそうなる。リニューアルで予定ない、ないです。今楽しめ。お腹鳴ったんだけど、くるくる聞こえた今のお腹の音。ちょっと恥ずかしい。聞こえた？お腹空いたの？いや空いた、なんか聞こえた？聞かせてて草？聞かせてないんだけど、いや聞こえた。お腹空いた、なんか空きました。なんかなんかね、え、何食べたっけ。ちょっとちょっと食べたんですけど、夜食食べよう。なんかなんだったっけ、何読んでたんだっけな。あ、うどん、最近うどんがすごく好きで、なんかね、前まであんまりうどんを食べなかったんですよ。そんなに、まあ食べる時は食べてたんですけど、本当にうーん、なんか半年に 1,2 回ぐらいで本当にうどんを食べてなかったんですけど、最近うどんがめっちゃ好きになって、そう、何うどん、え、なんか優しいあったかめのうどん。いや香川に行った時はうどん食べてたわ。でもなんか家で食べるかって言われたらもう食べなくって、まごろ、うん。でもさ、いや私ね、最近本当になんか細胞、人間の細胞は2年間で入れ替わるんだってことを意識しながら生きてるんだけど、多分2年前自分が好きだった食べ物ってなんか変わらず好きであるかって言われたら微妙なんですよね。新たになんか好きなものができてるっていうか、やっぱなんか2年前の自分とは違う自分なんだなとか考えながら、でその味覚が変わるんですよ。ね、うどんが新たに加わった。以前は、え、なんかかき氷がめちゃくちゃ好きで、
本当に毎日のようにかき氷食べてたんですよ。もう毎日毎日かき氷屋さんに行って、もう2日に1回とかは絶対行って食べてたんですけど、最近はもう嫌いになったとかじゃなくって、その毎日は行かないなみたいな感じですね。もう食べたいなとは思うんですけど、毎日は行かない。前まではもう毎日毎日食べてました。なんか朝喉が渇いたな、よっしゃかき氷行くぞみたいな感覚で、もう朝水分取らずにかき氷行ってみたいな。でも行きたい、かき氷は行きたいんですけどね。え、そう、なんか季節関係なくよく行ってた。2年後が楽しみ。え、そうですよ、私得意な、得意じゃない、苦手な食べ物があるんですけど、苦手な食べ物も2年後にはめっちゃ大好きになってるかもしれない。実は納豆とかも苦手だったんですけど、食べれるようになってるし。レバー、うん、レバー、おから、桜エビが苦手。なんか桜エビは味っていうよりかはなんかこうジャギジャギみたいな、なんか口の中でジャギジャギみたいな感じな食感が得意じゃなくって、なかなか全く食べれないことはないんですけど、なんかそう、苦手になったものあるか？たまに揚げ物が、になりました。なんか前までは朝一で松の家とかに行ってとんかつ食べてたけど、なんか今ではとんかつはもう夜でもそこまで食べないし、なんか頻度が減りましたね。体に悪い？え、なんで？悪いのかな。がっつり系好き。そうや、がっつり行こうぜ。唐揚げとかも、お疲れ、ほんとありがとう。なんか年々海鮮が好きになる。ベジタリアン？今日も食べましたよ、野菜。私が今じゃないや、私が今日食べた野菜は何でしょう。顔で表そう。わかった？
トマトでした。これでトマトで分かった人なんなん、どういうこと。トメイト、トメイト、どの辺が、この辺、この辺がトマト。あ、あとフルーツも食べました。顔で表します。あ、キウイでした。え、これはなんかレモン派とキウイ派に分かれたんだけど。キウイ食べました。なんか分かる？キウイ、キュウ、何このクイズ。食べたものを当ててもらうゲーム、顔で表現して。表情筋使っていきます。今食べたいものは？うん、あ、これ引っ掛け問題。うどんって答える人、ラーメンでした。今日はね、二郎とうどんってどっちも言ったんでね。今から明日着る服を決めてお風呂に入って寝たいと思います。明日は11時からお話し会。天井読もう。はやりんごさん、マカアラオンさん、三浦っちさん、よしひろさん、ケンジさん、くまねパパさん、まさきさん、ぼんちゃんさん、ゆずきちさん、きなぺこさん、グレンパサランさん、りょうちゃんさん、りょんきゅうさん、ありがとうございます。おやすみ、おやすみ。明日生誕ティー？え？うん？え？違う気がする。明日はなんか着るよ。服着ます。なんか着ます。おやすみなさい。また明日。